はい、皆さんこんばんは。こんにちは、ヤボです。はい、ってことで今日は、11月6日水曜日、モンストニュースがありました。はい、その情報をね、ちょっと振り返ってみたいと思います。はい、早速今回アップデート情報来ました。はい、でまずはモンストの日、こちらでいろいろ変わるようです。まずは英雄の神殿がタイムボーナスで身が2個確定になると、モンストの日に。はい、ってことで、まあモンストの日ね、ちょっとね、神殿回りづらいな、神殿よりは運極作りかなって感じだったんですが、神殿めちゃくちゃ回ってる人とかはね、これ嬉しいんじゃないかなと思います。まあ濃紺報酬でも2個出る日とか、あれ重なるのかな、重なったらもうすごいウハウハですね、その日は神殿。僕は曇りたいと思います。はい、そしてザクザク進化と強化を求めてっていうのもモンストの日に来るようです。これが1回しか行けないけどね、距離1回だけ。まあこれ多分、まあ初心者の方にはねすごくいいんじゃないかな。進化素材、強化素材が手に入るということで、これがスタミナ1で一度だけで、全員ラック99なんで、まあマルチでねやるのがいいと思います。まあどれくらい手に入るかだね、その量による。まださ、これ何どういう風に出るかとかは分かってないから、まあそれによるかなと思うけど、まあ一度だけしかできないやつだしね、結構いいんじゃないかなとか思ってる。うん、なんか最近重心力スタミナ400とか使ってさ、4つゲットできるみたいな感じで結構もらえてるんで、まあこれも結構期待できるんじゃないかな。はい、ちょっとね、普通のその属性の弾ちょっと不足しがちになってきた。俺も重心力はなんかめっちゃあるけどね。はい、ということで、あと、はい、もう一つ、モンストの日にラッキーモンスター3体4極で特別なラック引き換え、はい、こちらまあ何が来るかは分かんないですけど、まあラック報酬1つ単純に増えるのかな、ラッキーモンスター3体4極ならばってことなんで、まあ何が来るか次第ではありますが、まあおそらくなかなかいいやつが来るんじゃないですか。こうやって条件ついてね引き換えできるってやつなんで、いいのを僕は期待しております。はい、で次、エラベルベル、はい、こちらがさらに追加で効果を発揮してくれると。はい、まず神殿の方で、はい、エラベルベルを使用してるとき、最初本来なら今アップデート前だと金率が上がっている状態だけだったんですけど、はい、こちら濃厚本種でワクワクが2個確定になりました。なります。はい。ってなことなんで、まあ、いちいち、その、濃厚報酬で、イベントでね、2個確定の時に、ベル使って、確率上げて、回るみたいなことがなくなる。ベル使ったら、毎回、濃厚報酬確定の恩恵が得られるので、まあ、これかなり、個人的には嬉しいですね。神殿結構回ってるんで。そして、ショックポイントの消費がゼロになるってことなんで、エラベルベルを、ペラペラペラを使ってる間は、初歩回り放題と、まあ、1時間回り放題かな、エラベルベル使ってると。まあこれとか、その、まあ、4人で集まってやるとか、まあ、あとは複数端末やってる人はいいんじゃないか。うん、めちゃくちゃ嬉しいと思うけど、運極バーって作りたい人はね、エラベルベルだいぶ良くなったんじゃないかな。で、まあ細かいところなんですけど、友情コンボ属性表紙もされるそうです。まあなんかサブ友情、この何の属性ついてたかなってキャラがね、まああんまり使わないキャラだとねいたと思うんですけど、今回属性表示されるってことで、まああんま使ってないキャラでもパッと属性、あこいつこうなんだだってわかるので、まあ嬉しいですね。細かいところなんですけど、まあだから図鑑眺めててね、あこいつサブ この属性なんだって見れるの、ちょっと見てるだけでちょっと楽しいかもしれませんね。はい、そして、いやこれめっちゃ嬉しいな。最近ね攻撃力の話をしたと思うんですけど、ゲージショット込みのステータス表示がされるようになるという感じで、まあいつもはね素の攻撃力から 1.2 かけてとか計算してた人はいると思うんですけど、まあ今回ねステータス、ゲージショット込みのステータス、攻撃力が表示されるっていうことで、まあ細かいところですけどね、こういうところ嬉しいですね。はい、そしてこれ今回
アップデートで一番やばいんじゃないかなって思うのが来ました。はい、まあモンパス会員限定なんですけど、はい、マイスポットっていうのが実装されるそうです。はい、こちらマイスポットとは、はい、ランダムで効果が発動する。で、自分のいるところにそのスポットを立てることができる一箇所で、いつでもそれを置き直せる。で、マイスポットは、置いて自分しか恩恵を受けられない。だから例えば、まあ、自分がこの子にスポット立ってたから周りの人がマルチでその恩恵を受けられるかって言ったら、そういうわけじゃない。自分だけが受けられるっていう感じです。まあこれね、ちょっとまだちょっと分かってない部分も多くてですね、まあ、まずランダム効果ってところなんですけど、まあ、毎回置き直したらその効果が変わるのかとか、それだったら自分手法欲しいってなってたらさ、毎回置き直して置き直して置き直して手法が出るまでなんかリセマラみたいなことをすることができるのか、またまた、まあなんか、公式動画の方モスニュースでも言ってたんですけど、まあ、4時になんかそのスポットがリセットされるみたいなことを言ってたんで、はい、また置き直してくださいよって。まあ4時になったら、今日は例えば経験値のスポットってなったら、まあ、24時間経験値のスポットでを好きなところに置けるようになるのか、まあ、どっちなのかなって感じなんですけど、まあ現実的に、まあ、4時に毎回効果が決まってそれを置き直していくって形になるのかな。うん、そんな気がする。さすがに毎回リセマルできたらさ、それ強すぎ、最強すぎるんで、まあ他のスポットがまあそもそも意味なくなるつうのもあるんで、おそらくはまあ4時に決まって、うん、それをまあその1日はいつでも置き直せますよっていうことだと思います。まあだからね、司法とか引いた日にはね、まあかなりラッキーですよね。で、まあノアとかやる人はね、経験値のやつが来たらね、めちゃくちゃラッキーだと思うんで、まあ家とかでまあ基本的に使うことになるのかなとは思うんですけど、めちゃくちゃ良いと思います。はいはい、ってことで新限定が追加されるらしいですね。はい、こちら新限定テンペスト、かっこいいね、かっこいいテンペスト。で、反射のバランス、ゲージなし。はい。で、アビリティ見ていきましょう。アビリティがね、飛行超アンチ重力バリアと重力バリアキラー。はい。ってことなんで、まあ、まあ、地雷と重力に対応できる。で、特に重力のステージは重力バリアキラーも使えると。はい。まあ、今、現時点動画撮ってる時点では、ちょっとステータスとかね、発表されてないんです。まあこれステータス次第ではかなりのバケモンになりそうな気がしますね。重力バリアキラーね、まあモンストローズとかね使ってた方は分かると思うんですけど、めちゃくちゃ強いじゃないですか。重力バリアキラーバカにならないんで、でこれね友情にも乗ってくるってことで、友情コンボがね超強落雷とスピードアップ、まあ、スピードアップはまあ高難易度かなり使いやすい、まあ強いですよね普通に。なので高難易度にもいけますよ。で、長距離落雷がサブについてるのはおそらくコピーされないため、これコピーされたらまあ長距離落雷なかなか強いんで、まあ、ツタンカーメンがね砲撃型で持ってるのを使ったことある人は分かると思うんですけど、結構強いで、それに重力バリアキラー乗ってくるんで、まあ、ツタンカーメン砲撃型なんで、こいつはバランス型なんで、まあ、ツタンカーメンぐらいの威力が重力張ってる相手には出せるということですね。はい、その代わり強いかなんか知らないけど、コピーはできないです。はい、まあ、ここでね、やっぱコピーの対策はね、されてきてるね。はい。で、ストライクショット。で、スピードパワーアップ的に触れるために電撃が発生する。まあ、アルブタとかの SS なんかな。電撃を、はい、当たった的にね、ビシャ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 って、なんかやってくやつなんですけど、まあ、これはまあ、僕個人的にはまあ、電撃、部分2よりは、まあ、実況化部分、実況普通に自走として、うん、優秀なのかなと思います。まあ、これからね、重力バリアキラーも乗るしね、まあ、ちょっとステータスも、まだ現時点で発表はないんですけど、それ見てなんか、かなり評価は変わってくるのかな。基本的には殴りキャラな気がしてる。けど、どうだろう、このサブが強すぎるか
かな。でもツタンカーメンのイメージで大丈夫だと思う。うん、重力雑魚とかボスに貼ってる、雑魚とかがに貼ったら雑魚処理ね、めっちゃかかるし、ボスにあったらね、ボスにもダメージ通るし、どうなんでしょう。まあ楽しみですね、新限定。はい、ということで、スサノーの獣神化回なんですけど、ちょっとご飯食べてました。スサノーのそのコネクトスキルの合計ラック150以上っていうこの条件について、結構そのラック極み状態だと200プラス200ということになるのか、それとも99ってことになるのかっていうのがちょっとわからなかったので、ちょっと情報待ってました。でちょっとちょうど今30分ぐらい前に19時あたりで新しい発表が追記でありました、モンスト公式の方で。はい、そうしたら、ラク99換算らしいです、運極モンスターは。なのでまあ運枠に入れてスサノオにみたいな使い方になってくるのかな。まあ多分そんな感じ。まあ運極にしてる人はまあまた別にしてね、普通に使うのは結構まあコネクトスキルなかなか条件きつくはないけど、なんかまあソロでやるときにはなんかあんまり使いづらいよねって感じですね、コネクトスキルに関して。まあ普通にアビリティの方を触れていくと、普通にゲー、はん、まず反射の、ゲージなしで、アビリティがリジェネ、ワープ、友情ブーストついているので、まあ普通にワープの共友情キャラとして使っていくには、スサノオいいんじゃないかな。で、調教次元算ね。はい、調教次元算ね、結構ね、威力高いんですよね。普通の次元、普通の、斬撃よりも威力高いから、まあ、スサノオ結構ね、その重心化で使ってた人はね、それにプラス友情ブーストが乗る。まあ強いよねって感じですね。で、ストライクショットも変わらない。うん。まあその代わり、まあ一番変わったところ、まあ重心が回ってことなので、超スピード型になりました。で、超スピード型、まあ壁に一回触れると加速する。これがやっぱりめちゃくちゃ強いんで、まあそうですね、ちょっと刺さってくる高難易度が来たら、そこの部分かなり、評価できるんじゃないかなと思います。まあ普段使いに関しては、まあ正直まあうん、まあウンディーネよりは強いんですけど、友情コンボここから 1.5 倍だからね。まあ、実際今ワープのところだと、まあモーセ入れとくとか、うん、そういう事情があるので、まあ普段使いというよりは、まあ、今後の高難易度に刺さってくればなって自分は思いました。うん、多分普段使いってなると、まあ、ワープに座れるのがねストレスって感じる人はね、スサノオを使えばいいと思うんですけど、ワープが出てきてもまあモーセ入れといて雑魚溶かせばよくねとか思ってる方は、まあ俺はモーセでもうモーセでいいと思うし、まあ俺も多分モーセ派なんで、でもワープに座れるのがねストレスって感じてる人はね、スサノオかなり使い勝手良くなるんじゃないかなとは思いました。はい、まあだから、まあとりあえず今後に期待って感じですね、自分は。今後なんかまあコネクトスキルも使って、コネクトスキル使えばねダメワープなんでね、で高難易度だとやっぱ壁に触れるとスピードアップするのはでかいじゃないですか。なので、まあ今後のクエスト待ちって感じで、はい、自分は思ってます。はい、ということで三蔵法師の重心化が発表されました。で、性能がこちら貫通のゲージですね。まあ進化ベースなのかなって感じでしたね、パッと見は。で、スピード型で、まあ闇属性耐性が M ってことなので、闇属性の攻撃に対してはかなり、まあ、まあ、闇属性の攻撃ばっかしてくるやつには、まあ実質 HP 倍みたいなイメージで、さらにキラー、まあこれはまあその進化の方と変わらない、キラー、闇属性キラー、うん、で、ゲージでアンチワープと、で、ストライクショットがね、これが、スピードがアップして、さらに弱点特攻、これが8ターンで打てる、これがめちゃくちゃ強そうだなと思って、
8ターンで打てればだいぶね、使い勝手良さそう。で友情コンボツイン反射レーザー L4 でシャイニングピラーがサブについていると、まあこれも友情コンボ闇属性キラーが乗ってくるということなんで、まあここから 1.5 倍ですね。まあ進化の方は、闇属性キラーが、ゲージについてたんですよね。で今回、巣に闇属性キラーがついたってことで友情コンボリーのようになりました。まあ、ツイン反射レーザーね、デネブとかかな、確かデネブ、デネブ重心化がそうですね、ツイン反射レーザー L4、まあ、デネブは魔王キラーだったのですが、こういった闇属性キラーが乗るってことで結構刺さるところが多いですね。でシャイニングピラーもねかなり威力あるんで、これにキラー乗ってきたので、ね、結構使えるんじゃないかなと思います。あとはステータス次第ですかね。重心化してどこまでステータスが上がるか。進化の三蔵法師ねめちゃくちゃ強かった、まあ強かったってもうだいぶ昔っすけど、刀身のなんだっけ闇のやつのところとかね、もう名前忘れた、もうやらなすぎて、あいつのところとかで使ってる人は結構いたかな。まあステータス次第でかなり化けそうなキャラだと思いました、うん、キラーと8ターンで打てる SS、 これに期待しております。はい、ってことで今回のねニュースねかなり盛りだくさんだったので、まあまだね使ってみた動画とか公式で流れてないんで、いろんなキャラ実装されましたがわからないんで、はい、その情報をお待ちしたいと思います。あとアップデート情報、これはね今回ねかなり熱かったんでね、ちょっとモンストの日が楽しみになったり、まあ、選べるベルの効果が上がったりね、まあ細かいアップデートがされるようなので、はい、楽しみに待ちましょう。ってことでご視聴ありがとうございました。じゃあね。